プロ野球広島ゼロの3阪神延長10回、2日松田スタジアム。広島は阪神に延長戦の末に敗れ今季13度目の完封負けで2連敗、37勝30敗4分けの貯金7となった。0対0で迎えた10回、3番手、島内が梅野を空振り三振も大畑に死休。途中出場、島田にエンドランをかけられ右安打。 野間の三塁への悪送球がカメラマン席に入り痛恨1点を失う。さらに近本にレフトオーバーのタイムリーツーベースを弾き返され、0の2となりと内は交番。変わった4番手、河野が中野にもライトへタイムリーを運ばれた。10回の攻撃は阪神5番手、ゲラの前に一死から代打、堂林が至急、秋山が右安打で一死一二塁から野間も中安打で一死満塁から代打。 松山は2ロ閉殺打に終わった。先発、森下正人、26、今季11度目の登板、試合前まで6勝3敗、防御率1.58。前回の6月25日、ヤクルト戦、松田スタジアム、は9回を91球、2安打、無死死球、4奪三振の無失点で自身初のマダックスで今季初、自身6度目の完封勝利を挙げた。 今季の阪神戦は二度目、前回の5月22日、松田スタジアムは7回を6安打2失点で負け投手。阪神には22年4月9日に勝って以来、9度の対戦で6連敗中だった。森下は1回、近本を空振り三振、中野をひ、森下を見逃し三振と3人でどけた。スタメンは1番センター、秋山、2番ライトの間、3番レフト上本。 4番サード小園、5番ファースト坂倉、6番セカンド菊池、7番ショート屋の、8番キャッチャー、相沢、9番ピッチャー、森下のオーダーを組んだ。阪神の先発、佐伯に1回、秋山は空振り三振、野間は人頃、上本は空振り三振の三者凡退に終わる。森下は2回、先頭、大山に左安打も前川、佐藤テル、梅野とすべて中飛に打ち取った。 二回の攻撃に先頭、小園の東五郎を再木が一塁へ悪送球、ライト森下のベースカバーを遅れ虫三塁と絶好の先制機に。坂倉は三者比、菊池は東五郎、矢野は二次化で得点を挙げらず。森下は三回を三者凡退、四回西から大山西死球、前川に左安打で一、三塁のピンチで佐藤テルを夕頃に仕留める。 打線は3回は3人で終わり4回も野間が言うごろ、上本も言うごろ、小園は二飛びと4回までノーヒットに抑えられる。森下は5回、梅野、小畑、佐伯を3者連続3球で空振り三振に切って取った。5回の攻撃も坂倉は人ごろ、